はい、皆様こんにちは。今日はね、長楽寺さんへね、いつもお世話になってます、いよいよ桜が咲き出したかなと思いましたんでね、河津桜ちょっと見に来ましたね。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。あのようにね、水をね取りに来てる方常におられますよね。はい、ということで、長明寺のね水です。あ、ちらっと咲いてるもんあれがあるね。水仙がね、だいぶこれ大きくなってきたね。芽が出てきてね、ほら、皆さん見えますか？芽がね、大きくなってきましたね。ちょっと奥の方でピンと合ってるみたいなんでね、申し訳ないです。水仙もだいぶね激しく咲いてきたね。はい、河津桜ね、もう間もなくですよ。これはあそこ咲いてますね。はい、ほんま小さいね、チラ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 ーと。よいしょ、もう3月やからね、咲いてもおかしくないからね。奥の方もね、ここら辺も綺麗に咲いていますね。これね、上の方もちょっとね見とこうか。空が青かったら綺麗よね。あの辺咲いてんのかな、あれ。ちょっとどこら辺にあるのか分かりにくいね。よいしょ、これか。これ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 。はい。拡大したらちょっと暗くなりますね、やっぱりね。でもまあこの木ぐらいかな。でももう間もなくですよ、ほんまにつぼみがね、こういうふうにね、つぼみも大きくなってきとるからね。ね、ほんま、もっと満開になったらまた見に行きたいな。で、まあ水仙さんもね、だいぶ大きくなってきました。向こうも咲いとんな。ちょっと向こうも見に行こうか。こんなか入っていいんかな。でこの黄色いなんかね、可愛らしい花も咲いとんね、これ。よいしょ、ちょっと向こう行ってみようか。よし、ほらね、今綺麗にピント音な、ピシッと合いましたね。今これもピント合おうかな。ちょっと暗なるね、なんか知らんけど、光の加減がおかしいかな。こっち側もかなり咲いてますやんか、これね、綺麗な。
やっぱり梅と違うまたね味わいあるよね。これなんかもね、綺麗ですわ、ピンク色で。桜は桜でやっぱり綺麗な、まあ、ソメイヨシノとかあんなも綺麗になるけどね。ああ、中華にも咲いてるのあるわ。ところどころあるじゃないですか、もうね。早くで咲いてきてますね。うわ、向こう桜満開や。ちょっと向こう見に行きますわ。これすごいわ、これも。ちょっと向こう行ってみます。はい。この木、梅じゃないでしょう。桜でしょうね。よいしょ。もう、いや、梅やな、これ。あ、ごめんなさい。これは梅でした。はい。えらい咲いてるな、思って。あー、かわいい梅やな。あー、かわいい梅や。あー。ね。今が満開ですね、これ。梅もあったんやな。こんだけ咲いとったらピントも何もね、どこ撮ったってもあれじゃないですか。ね、どこ撮っても綺麗わ。大きいなあ。こっちは椿かな。ちょっと上だけ登って見渡してみましょう。まあそんな感じかな。梅の花もそれぐらいなもんかな。そうやね。ざーっと見たところ、あの辺、前見たとき水仙咲いてなかったけど、今だいぶ咲いたな、あそこも。まあ、水仙はまあ皆さんも見慣れとるからいいかな。これ違うね。そうですね。こっちのお墓の方がまっきです。はい。まあそんな感じでした。ね。はい。ということでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。河津桜がいよいよ咲き始めましたね。で、思わぬちょっと梅の大きな木見つけまして、来てみてよかったです。河津桜もうあと1、2週間ね、楽しめそうですね。それではまたね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。